予想通り、中域内にいる敵は全て高速艦と判明したわ。指令の読み通りなら、近くに高速艦の拠点となる船がいるはず。増援が来る可能性もあるから、気をつけて。わかりました。機動力で紋章機にかなうかってんだ。アニス、油断は禁物だよ。うん。どうしたの？なんでもねえ。ミッションエリアに接近。みんな、敵はスピードが速い。気をつけていこう。了解なのだ。カズヤ、何か用か。攻撃に行きます。2番機攻撃を始める。なな攻撃何行くんだ。油断しました。 あっち向いてろ。え、あ、うん、被弾した。何か、擦り切った。よし、当たったわ。命中したみたいね。敵を見つけたのだ。オーケしたわ。良い当たりだ。いい具合に着弾したわ。回避成功。当たったみたいなのだ。着弾を確認しました。やるな、かわされた。攻撃目標確認。了解。よし、エクシオールが甘く見るな。命中。いい具合に着弾したわ。オーケー。敵に命中した。痛いのだ。ね、目標沈黙。命中です。敵発見なのだ。わかった。命中なのだ。やっと撃沈。あれあれ。中域内に新手の敵を確認。これは攻撃母艦。着弾を確認しました。入れません。総員衝撃に備えて。当たった。まったく容赦ないね。了解。よし、撃墜。あったま。攻撃成功。いい具合に着弾したわ。少し避難しましたけど、命中。なんとか平気です。わかった。少しもらったけど平気よ。聞いてんのかこれ。被弾しました。敵を破壊した。今度はこっちの番だ。残りエネルギー当たったみたいなのだ。
攻撃成功。うまく逃げられたわ。敵にダメージを与えました。わかった。オーケー。遅い。エネルギーいけました。ヘキサクロスブレイク。俺が下手なんじゃね、敵が早いんだ。はい、当たったのだ。エネルギー。ハイパーブラスター準備完了。了解です。2番エクストリームランサーいけるぞ。はい、承知した。わかった。了解。わかったわ。抑えのボンバー。命中したわ。エクストリームランサー。そろそろ補給したいんだけど。わかりました。オッケーなのだ。しかすり傷だな。ありゃ、おっと、危ねえ危ねえ。敵の船をやっつけたのだ。補給完了。もう一度行ってきます。あったたた、全く容赦ないね。回復したのだ。失敗。反射感激なのだ。うまく当たったみたいです。
衝撃か。当たったみたいなのだ。よかった、攻撃当たりです。わかった。目標の破壊に成功。着弾を確認しました。命中なのだ。え、あ、うん。当たったようだな。着弾を確認。当たったのだ。命中です。当たったわ。被弾。特大当たったのです。外れちゃったみたいな。回避に失敗。敵機確認。わかった。やっと撃沈。なるほど。やっぱり少しすばしっこかったな。こちらエンジェル隊、敵偵察艦隊を全滅させました。うん、ご苦労様。では帰還してくれ。了解。ココ。はい。今回の戦闘でのエンジェルたちのテンションはどうかな。お待ちください。あら、アニスさんの数値がちょっと低いのかい？低いというか乱れてますね。でも戦闘中の平均で見ればやはり低いです。わずかですけど。そうか、やっぱり何か問題があるのかな。何かあったんですか？まあちょっとね。戦闘自体は何のことはなかったが、なんだかどっと疲れちまったぜ。やれやれだ、まったく。アニス！ヒイ！アニス、お疲れ。お疲れ。どう？調子は戻った？え？何のことだ？何って、ほら、食事会は食べる前に出てっちゃうし、その後様子見に行った時も変だったから。ああ、大丈夫大丈夫。ちょっとばかし風邪っぽかっただけさ。え、風邪？熱とかあるの？いや、多分ねえよ。うん。多分って、ちょっと心配じゃんか。おでこ触らせてよ。うわっ。うん、別に普通じゃないぞ。なんか熱くなってきた。あ、うん。ハリス、大丈夫？上、
アネスってば。うひゃうえどうしたの、やっぱり変だよ。うわっうわうわ、やるな。な、ちょっと、なんでまた逃げるんだよ。うるせえ、いいから近寄んな。また行っちゃった。なんだよ、さっきといい、わけわかんないな、もう。いけね、司令に戦闘の報告に行かなきゃ。それにしてもアニス、どうしちゃったんだ。アジートのやつ、なんか変だと思ったらこういうことだったのね。やあ、お疲れ。あ、あんた、いつ現れたのよ。え、ちょっと前からいたけど。脅かさないでよ、もう。ごめんごめん。でも、アニスのあれ。え、うん、あれね。まさか恋煩いだったとは。かわいいじゃない。まあ普通ならそれで済ますんだけど、何もこんな時にこうならなくてもな。こんな時何かあったの。うん、実は艦隊の復旧が割と進んでいてね、数日中には軌道を離れゲートへ向かうことになりそうなんだ。つまり大規模な戦闘の可能性があるのね。ああ、恋愛によってテンションが上がるなら手放しで喜ぶところだけど。そうね、下がっちゃったら大問題よね。どうしたもんか。いいわ、任せて。なんだい、いい手でも。こういう時はね、ちょっと刺激してあげればいいのよ。特にアジートの負けず嫌いをうまく利用できれば。なんか楽しそうだよ。他人の色恋沙汰に首突っ込むのってなんでこんなに面白いのかしらね。あ、あん、テキーラさん、ほどほどにね。キッ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 。さてと、いるかしらね。うわっ、暗。誰だ。ああ、私よ、テキーラよ。今開ける。入っていいの。ご勝手に。ちょっと、不幸のどん底みたいなため息やめてよ。ほっとけ。で、何？何のよ。ちょっと相談に乗ってあげようと思ってさ。あ？何の話だ。またまた知ってんのよ。だから何が。あんたが白波を好きなことな。それで悩んでるんでしょ。てめえ、モルデンから聞いたのか。あ？このことはモルデンしか知らねえはず。あの野郎。何言ってんだか。さっき格納庫で見てたのよ、あんたと白波の一部始終をね。あれ、なんでもねえ。ちょっと調子がおかしかっただけだ。なに、まだとぼける気。一目瞭然よ、あんな反応してるようじゃ。典型的すぎて笑っちゃうくらい。幸い白波にはまだバレてないみたいだけど、でもそれも時間の問題よね。にいい加減認めなさいよ。あんたはね、白波のことが好きなの、間違いないわよ。うあら、怒ったの。わかった、モルデンだけじゃなくあんたにまでそう言われたんじゃ。マイヤーズも言ってるわよ。なんだって。格納庫での一件、一緒に見てたもの。な恋煩いって言ってたわ。な心配もしてたわよ、戦闘に影響が出なきゃいいけどって。
い。そうか、こうまで来ると認めなきゃならねえだろ。どうにもピンとこねえが、俺は和也のことが好きなんだな。よく言った。あいつに頭を触られた時、体中に電気が走ったみたいだった。胸のドキドキはバクバクに変わるしよ。そうか、これが好きってことなのか。そうよ、それが恋ってものなのよ。さあさあさあ、それで？え？どうすんのよ。おめえ、目が輝いてんぞ。そんなことはどうでもいいの。今はあんたがどうするかなの。どうするって、どうすりゃいいんだよ。ああ、もうじれたい。好きって自覚したんなら行動しなきゃ。それにあんた、このままじゃやばいわよ。どういうことだ。恋愛ってのはね、好きになった方が負けなの。はあ？よくわかんねえよ。なんでそうなんだよ。何よもう。あんたマイヤーズを驚かすほど鋭い時があるのに、なんで今はからっきしなのよ。悪かったな。経験ねえんだからしょうがねえだろ。いい？よく考えてみなさいよ。好きになっちゃった側はね、それだけですでに劣勢なの。相手の動向や態度が気になって自分を通せなくなるわ。つまり相手の意思に関係なく主導権を握られちゃうってこと。現にあんた白波にペース乱されまくりじゃない。わかるでしょ。確かに。そんなわけで、誰かが好きってわかったんなら今度は自分のことを好きにさせないと。俺を好きに？そう、このままじゃずっと白波のペースよ。いいの？それは。しかもあんたの気持ちがバレちゃったら、あいつ図に乗ってくるかもよ。どうなの？まあ図に乗ってきやがったらぶん殴るだけだが、ずっとあいつのペースってのは気に食わねえな。でしょ？ならほら、対策立てなきゃ。あんたがあいつを好きな以上にあんたを好きにさせんのよ。どうすりゃいいのかな。ちょっと、だからそれくらい自分で考えなさいよ。無理だぜそんなの、わかんねえよ。第一、和也に会うとよ、知っての通り俺混乱しちまうんだぜ。それこそどうすりゃいいんだよ。このままじゃ好きにさせようにも話だってろくにできねえぞ。ああ、それならもう心配ないんじゃない。おいおいおい、大問題だろ。会話になんねえんだぜ。そうじゃなくて、あんたもう白波が好きだって認めたじゃない。それはあんたが自分の気持ちに気がついたってことでしょ。理由がはっきりしたのよ。だからもうそんなに混乱しないわよ多分。そんなもんか。本当かよ。まあ確約はできないけど。じゃあ混乱しないとして何すっかな。カズヤに俺を好きにさせるにはよ。とりあえず言っちゃえば。何をだ。好きだって。無理無理無理、絶対に無理だ。なんで、かなり効果あると思うわよ。好きって言ってさ、その後ツンツンするのよ。普段よりちょっと冷たくね。すると白波はさ、あれは何だったのってなって、もう気になって気になって仕方ないって感じ。いやー、いけず、たまんないわね。恋の駆け引きってゾクゾクしない？おめえが恋に落ちろよ。あれ、まあとにかくね、素直になることじゃない。素直。そうそう、素直よ素直。素直になること。素直な気持ちは人の心を打つものよ。素直か、すんげえ不得意なんだけど。ああそう。まあとにかく素直になりゃいいんだな。そうそう、自分に正直に、素直に思うがままに。素直に思うがままにか。素直な態度ってのは自然と可愛くなるものよ。だから何も好きって言わなくても効果は期待できるかもね。わかった、とりあえずやってみっか。
でも効果は期待できるって言ってもよ、俺のことを好きになるまで持っていけるのか。それで手応えがないってんなら、もう後先考えずに行動に出るしかないんじゃない。体でぶつかっていけば気持ちだって伝わるものよ。当たって砕けろってやつか。そうそう、嫌顔にも関係が深まるようなことしてみたら、抱きついてみるとか。冗談じゃねえ。まあまあ、これは例えだけど、でも最終手段としては覚えておいてもいいんじゃない。さあさあ、こんなところかしらね。とにかく会ってみなさい。話はそれからでしょ。あ、うん。それじゃあ私は出ていくから、早速白波を呼んでみたら。今やんのか。こんなこと先延ばしにしたっていいこと何もないわよ。何事も行動しなきゃ進まないわ。あんたなら分かってるでしょ。そりゃそうだけどよ。だったらさっさとやんなさい。ノロノロしてると関係がこじれてややこしいことになるわよ。戦闘の時ヘロヘロでとばっちり受けんのごめんだからね。わかったよ。これどう使うんだっけ。クロノクリスタル？もらった時に使い方教わったけど、もう忘れちまったよ。もう手間かかるわね。すまねえ。まずこの金色の枠に軽く触れるのよ。それでスイッチが入るわ。あとは自分の名前と相手の名前を言うだけ。この場合アジートから白波って言えばいいんじゃない？そうか、わかった。ほーら。え？やっぱ今やんなきゃダメか？早く。わかったよ。アジートから白波？アニス？どうしたの？あのよ、ちょっと。俺の部屋に来てくんねえかな。うん、分かった。少しだけ待ってよ。今整備の手伝いしてるんだ。その後でもいいでしょ。あ、それじゃあ後で。ぐぅ、よ、んじまった。うわ、どうする。大丈夫大丈夫、なるようにしかならないわ。それじゃね、後でどうだったか聞かせてよ。マジョラムからプディング。何なのだ。あんた忙しい？別になのだ。ならちょっと厨房でさ。来たのだ。案外早かったわね。やっぱりやめましょうよ。こら、プディング、顔出しすぎ。にゃっ。ん？ん？危なかったじゃないの。ごめんなのだ。あ、僕だよ。開いてるぜ。入ったのだ。ギャオ。プディング、手はずのもの。はい、なのだ。グッジョブ。こんなので本当に聞こえるのだ。やってみりゃわかるわよ。ん？ぼーって言ってるのだ。逆よ逆、そこに耳をつけるの。ちょっとやっぱりやめましょう、こんなこと。じゃああんただけやめれば。そんな。どれどれ。やあ、アニス。は、カズヤの声なのだ。よ、呼び出してすまねえな。少し声が上ずってるわね。私にもコップはあるか。ちょ、リリーさんまで何ですか。いや、気になるではないかなあ。静かに、優等生はあっち行ってなさい。もう。落ち着け落ち着け、大丈夫だぞ。それでどうしたの、何の用。いや、なんだ、その、あ、なんか飲むかって、ソーダしかねえけど。うん、もらうよ。あ、ちょっと待ってくれ。ほらよ。ありがとう。うわぁ！ちょっとアニス、落ちちゃったじゃんか。すまねえ、拾うよ。
おい、全然平気じゃねえぞ。どうすんだよ。アニス、大丈夫？ここんところ明らかに変だよ。そうか、気のせいだろ。アニスさん、やっぱり変ですね。あんた結局聞いてんじゃないのよ。え？静かにするのだ。気のせいなもんか。何かっていうと突然慌て出してさ、すぐどっか行っちゃうし。まあ気にすんなよ、そんなこと。とにかくそうだ、飲めよな。開けてやっから。ダメ、今開けたら。うわっ、あっ、冷た。すまねえ、タオル取ってくる。何やってるんだよ。やべ、このまま近づくとまたな、投げるぞ。あ、うん。ほらよ。ありがとう。本当にすまねえ。アニス、本当に大丈夫？落としたソーダの缶なんて開けたらこうなるのは当たり前じゃんか。いつもの洞察力はどうしちゃったの？いや、面目ねえ。君の顔もずぶ濡れじゃない。拭いてあげるよ、ほら。うわぁ！もしかして君、僕を避けてるの？いや、そうじゃねえ。なら、なんで倒れるほど後ずさるのさ。これは、その、つまり。もう、はい、手貸して。うわぁ、あ、いや、違うぞ、避けてるわけじゃ。もういい、僕、整備の手伝いに戻る。待てよ、そんな。だってアニスってば、わけわからないんだもん。一体何なのさ。そんなに怒鳴ることねえだろ。こっちの気も知らねえで。僕はね、整備の手伝いを切り上げてきたんだよ。今ブレイブハートは精神リンクを調整してるんだ。僕がいないと作業できないのさ。それでも無理言って抜けさせてもらった。これでも君を優先したつもりさ。なのに来てみればまたわけのわからないことばかりだし、話はちっとも要点を得ないし、これじゃあ班長たちに申し訳が立たないよ。少しは僕の気持ちも考えて。うるせえな。なんだって？バカ、何言ってんだ俺。ギャーギャー、赤ん坊みたいに怒鳴り散らしやがって。耳栓したくなら。違う、こんなこと言いたくねえ。ああ、そう、わかりました。では、僕は格納庫に戻りたいと思います。待ってくれ、違うんだ、俺は退避、隠れるのだ。急げ。なんだよ、アニスのやつ。喧嘩になっちゃったのだ。ダメだったか。気持ちとはこうもすれ違うものか。なんかアニスさんかわいそう。行っちまった。カズヤが行っちまったぞ。なんだ。苦しい。胸が張り裂ける。なんだよこれ。これもあいつが好きだからか。ひょっとしてこれが切ねえってやつか。なんでだ。なんであんなこと言っちまったんだよ。どうして俺ってのはこうひねくれてんだ。もっと素直に。そうだ、素直だ。俺ちっとも素直じゃなかったんだ。どうすりゃいい。素直に考えてみろよ。今どうしたらいい？言ってほしくねえ。カズヤに言ってほしくねえ。カズヤに俺の気持ちを分かってほしい。ならどうする？どうすりゃカズヤを引き止められる？分かんねえよ。どうすりゃいいんだ。くそ！いや、待て、テキーラがさっき
最後になんか言ってたじゃねえか。そうだ、最終手段だ。確か後先考えずにって。もう後先考えずに行動に出るしかないんじゃない？体でぶつかっていけば気持ちだって伝わるものよ。当たって砕けろ。そうだぜ、何かしなきゃ何も始まらねえんだ。今はとにかく追いかける、これしかねえ。カズヤ！どこだ、カズヤは、いた！あ、親分なのだ。ものすごい勢いだな。ちょっと、静かに。カズヤだ、カズヤがいる。どんどん近づくぞ。おい、追いついてからどうする。バカ、もう目の前だ。どうすりゃいい、わかんねえ。ダメだ、ぶつかる。うわの方が先だもん。奪われたの。なんだって？アニスがおかしくなる前から僕の心は君に奪われてた。とっくに僕の心を持って行っちゃってるくせに。勝手なこと言わないでよ。嘘つけ。嘘じゃないやい。嘘だ。本当だ。嘘だ嘘だ嘘だ。本当だ本当だ本当だ。レベルがかなり低くなってきたのだ。子供の喧嘩です、あれじゃ。いやー、チワ喧嘩ってのはこんなもんよ。いいわよ。まあ、プリミティブな精神状態にはなっているな。じゃあ何か。お前は俺に心の底まで奪われたって言えるのか。ああ、言えるよ。本当か。本当だ。宣言してみろ。わかった。不詳カズヤ白波はアニス・アジートに心の底まで奪われたことを今ここに宣言します。どうだ。おっしゃ、確かに領収した。おりゃ。これは釣りだ、受け取れ。アニス？
まさか。まずい、奥行って。そんな、押さないでください。いやー、失敗。あ、すまない。あ、みんな。あ、白波さん。はーい。痛いのだ。ごきげんよう、カズヤ。見てたんですか。いや、なんのこと。なんにも知りませんよ。はい。うん、見事な足払いしか見ていないぞ。そうそう、そうなのだ。銃なんて見てないのだ。バカ。白波さん、泣いてました。ちょっと、かわいそうだったかしら。うん、これも青春か。青春なのだ。さて、それじゃあ最後に今後のことについて。ベレル軍のことなんだけど、最新のスキャン結果によると艦数はもうすぐ友軍を上回るらしい。つまりこれからは不利になる一方と考えた方が良さそうだ。まあ敵軍の構成までは不明だから正確なところはわからないけどね。そして対するこちらの状況だけど、まず一番ダメージの大きかったマジーク艦隊の復旧率は 98%、次にこのルクシオールは普及率 99% だ。ほぼ整ったと言っていい。そしてここに無傷のセルダール艦隊が加わる。つまり連合軍としての体制は完璧に近いんだ。よってそろそろ打って出ることになる。連合軍は速度を上げ、ゲートへの到着を短縮する予定だ。これ以上ベレルを有利にするわけにはいかないからね。間違いなく大きな戦いが控えている。心してくれ。いいかな、隊長代理殿。はい、了解しました。よし、ミーティング終わろう。少しお腹が空きましたわね。では食堂へ行くとしないか。私も多少空腹なのだ。ならナノナノも一緒に行くのだ。いいな。俺はこの後会議だよ。まあ、お疲れ様ですわ。どうしたんですか、カズヤさん。いや、大きな戦いって聞いたらさ、少し緊張しちゃって。そうですか。おい、ん？クレー顔してんなよ。始まっちまえばなんとかなるって。アンズ売ったら梅が安くなるって言うだろ。それはひょっとしてアンズ類より梅が安しですか。そうか。もうアニスはお気楽でいいよね。なんだと。カズヤさん。え？アニスさんの言う通りだと思いますよ。始まる前からくよくよしてても仕方ありません。そうだそうだ。はい、みんなで頑張れば大丈夫です。ごめん、これじゃ隊長代理失格だ。だからくれっての。ほら、元気出せよ。うん。ところでよ、リコ。何ですか。おめえ、こいつのことカズヤさんって呼んでるぞ。は？あれ、そういえばさっきも言ってたぜ。え、そうだっけ。なんか違和感なかったな。ええ、自分でも気がつきませんでした。ま、いいんじゃねえの。これも俺らの絆が強くなった証だろ。きっとそうですね。アニスにしてはいいこと言うね。一言余計なんだよ。いた。さて、俺も飯にすっかな。じゃあな。アニス、痛かったよ、もう。気合い入れてやったんだ、感謝しろ。まったく。アニスさん、すっかり元通り。前より調子が良さそうなくらいだよ。そ
りゃあ和也さんとあれだけのことをしたんですからね、調子も出ちゃいますよ。リコ、それは言わないでお願い。それじゃあ私も仕事がありますから。うん、お疲れ。とうとうベレルと対決か。気合を入れないとな。たくさんの船がどんどん並んでいく。これを見てると負けるなんてとても思えないな。カズヤ。あ、はい。ブリーフィングしよう。わかりました。それじゃあ現在及びこれからの動向を簡単に説明しよう。数時間前から友軍は陣を取り始めたわけだけど、現在配備完了率は 90%、 まもなく陣は完成する。懸念されてた復旧率も現在 99.5% と、なんとか間に合った形だ。問題がなければ、あるいは起こらなければ、このまま陣形を完成させ進軍を開始する。そして俺とベレル、しびれを切らした方が火蓋を切るわけだ。火蓋、戦いを始めるきっかけのことですよ。すまねえ。あの敵軍の動向はどんな感じなんでしょう。もう距離も近いんでね、かなり詳しく判明している。まず数だけど、これは敵の方が上だということがはっきりした。こちらもできるだけ急いで準備を整えたわけだけど、少し遅れを取ったみたいだ。そして敵陣の構成要素や配置を分析した結果、どうやら守りに重点を置いているらしいこともわかった。前線に防御力の高そうな船をこれでもかってくらい敷き詰めてる。攻撃力もかなり高そうだよ。まあその分鈍そうだけどね。なんで、これからノイエを侵略するって割には随分慎重だな。ベレルなりの考えがあるんだろう。先を読むことに関してはかなりの切れ者だからね。へっ、守りに入ったやつなんだ、怖かねえぜ。油断は禁物だよ。へいへい。さて本題に入ろうか。この戦いでのルクシオールおよび君たちエンジェル隊の役目なんだけど、ズバリ切り込み隊だ。先ほど伝えた通り、敵の守りはかなり固い。セルダールやマジークの艦隊じゃ歯が立たない可能性がある。そこでエデンの最新鋭艦と紋章機の出番ってわけ。鉄壁の守りに針の穴を開けようって寸法だ。紋章機の攻撃力をもってすれば可能なはずさ。任せるのだ。ただし、いくら紋章機とはいえ何百もの船を相手にするのは無茶だ。守りを崩すきっかけさえ作れればそれでいい。あとは後続に任せ、速やかに引くんだ。わかったね。はい。では今回のミッションを説明しよう。これがミッションエリアのスキャン結果だ。ルクシオールはこの位置に待機する。そして敵艦の配置はこうだ。大型で防御力の高そうな船が数隻、その間を埋めるように巡洋艦クラスの船が多数配置されている。とにかく敵の守りを崩すこと、それが最優先だ。よって今回のミッション目標は敵大型艦の全滅となる。以上。巡洋艦の配置もなかなか絶妙だ。数の面からも動き出すと厄介だろう。十分に注意し、速やかに作戦を遂行してくれ。これは攻撃？報告。現在解析中。おそらく敵からの長距離攻撃です。すぐ行く。ブリーフィングは以上だ。解析結果が出ました。やはり敵の長距離砲です。被害は？マジーク艦が一隻、航行不能です。その他はわずかな被害にとどまっています。挑発か。友軍の配備状況はどう？終わっています。ふん、いいだろう。たまには乗ってみようじゃないか。挑発に。全艦に通達。進軍および攻撃準備開始。こちらも長距離砲が用意でき次第
撃て。了解。カズヤ。はい。リューンエンジェル隊発進準備に入ります。遠慮はいらない、思いっきりぶっ放してやれ。はい、ケチョンケチョンにするのだ。遠慮なんてしたことねえぜ。虜にされた屈辱今晴らそう。ミモレットちゃん、